ドルト会議、ドルト会議はアルミニウス主義の勃興による重大な論争を解決するためにオランダ改革派協会により1618年から1619年にかけてオランダのドルトレヒトで開かれた大会である。最初の会議は1618年11月13日、最後の会議は第154回目の1619年5月9日であった。 この会議には8カ国から改革派協会の代表が招待された。ドルトリヒト会議とも呼ばれる。ドルト会議が招集された目的は、アルミニウス主義の広がりによって、オランダの協会で起こった論争を解決することであった。ヤーコブス・アルミニウスの死後、彼の支持者らは、ベルギー信仰告白、ジャン・カルバンとその後継者、テオドールド・ベーズの教えに対する反対を表明した。 この反対意見は1610年のリマンストランスにより発表された。彼らはレモンストラント派として知られる。対してカルバン主義者はライデン大学のフランシスカス・ゴマルス教授を指導者として反レモンストラント派として知られるようになった。リマンストランスとその後の出版物でアルミニウス派はベルギー振興告白のカルバン主義の協議の改変を発表した。 彼らは信仰の余地による選びに基づき、不遍救済説、抵抗可能音調、恵みからの堕落の可能性を教えた。シモン・エピスコピウスは1618年の教会会議の前に召集されたレモンストラント派13人を代表するスポークスマンであった。会議はカルバン主義とアルミニウス主義者によって構成されているはずであったが、アルミニウス主義の代表は、 会議の一員とは認められなかった。また判事はアルミニウス主義者をすでに否定する人物であった。この会議でレモンストラント派が破れることは決定していた。会議はレモンストラントの主張を退けて終わり、論点について改革派の協議を記述した。全的だら無条件に選び、限定的食材、不可抗的温調、生徒の兼任である。これはしばしば、 カルバン主義のご特質としてチューリップと呼ばれる。ありがとうございます。